はいどうもトイです。ということでですね、皆さんエッグヘッド編の主役って誰やと思ってワンピース読んでます？ルフィ、まあまあまあワンピース全体の主役ですからね、わからんことはない。ベガパンク、あーまあまあまあエッグヘッドの主要人物ですけども、ちょっとジジイすぎますかね。ボニー、いやもう感動的でしたね。クマ、いや回想も素晴らしかったですね。いい男でした。でもね、全員違うんです。エッグヘッド編の主役は彼の登場活躍にもう何十年待ったか。世界政府最高権力、五老星が一人、科学防衛部神ジェイ・ガルシア・サタン星、彼こそが実はエッグヘッド編の主役なんですよ。でね、初登場が25巻なわけなんで、もう2002年発売とことを考えると、もう22年も経ってようやく脚光を浴びる時が来たんですよね。魔法陣からドーンって出てきて、でまさかの雲みたいな姿に変わって、うわ五老星ヤバタン、サタン星ヤバタンってなったわけでね、テンションも爆上がりしたわけなんですよね。でですね、今週も1108話でさらなる変身した姿も見せてくれまして、うおーってなってね、もうテンションマリージョアまで行ってもうたわけなんですけど、まあ、この姿になったサタン星と最初に変身した姿を見比べると、人間としての腕の部分がなくなってきていて、より雲の姿に近づいてきてるんですよね。まあ、おそらくゾーン系でいうところの、まあ、これも獣型やと。で、カイドウの青龍とか、ルッチのレオパルトの姿と同じようなものやとは思うんですよね。まあ、ちなみにね、ルッチのこの獣型の姿も本編では一瞬しか登場しないんですけど、実は出ているんですよね。あんまり印象がないんですっかり忘れてましたね。でですね、このサタン星の姿を見たサンジもこういう風に言ってました。随分人間の部分が減ったな。目つきが妙で毒でもまとってるのか。ということで、まあ、ここで注目してほしいのが、目つきが妙だということなんですよね。こんな目つきがね、黒に丸めて、キュビュビュビュってなってる感じなんですけど、これですね、実は、1108話のラストページで、この状態になったサタン星とニカになったルフィの目がね、比較されているんですけど、めっちゃ似てるんですよね。そう。ルフィの目といえば、まあ、主人公の顔ですから、めちゃめちゃこだわりにこだわってることは違いないじゃないですか。で、実際初期の初期から、クリッとした丸い目に黒目がポツンとある、いわゆる三白眼という言われる、まあ、めちゃくちゃ印象的な目をしてるんですよね。まあ三白眼ってね、どっちかというとマイナスの意味に使われることが多いんで、主人公で使ってるってことも意外やなと思うわけなんですけど、まあ、これに関しては小田先生もアニメの制作陣とかに細かく指定しているんじゃないのかっていう噂もありますし、あのスラムダンクの作者である井上先生も2009年のこの井上武彦ピアでの対談の中、ワンピースのすごいところはルフィの目が点なところ、面白いものはあれこれ出さなくても面白いという意思表現の象徴と称賛していたくらい特徴的なわけなんですよ。でしかし、まあ、2巻になってからこのルフィの目というのが実はかなりコミカルになっているわけなんですよね。まあ、白目が大きい三白眼というところは一緒なんですけど、黒目の周りが赤く染まっていて、ルフィの目というよりもニカの目という感じになっているんですよね。で、その太陽の神ニカの目と獣型に変身した姿サタン星の目が似ているということは、まあ、やはりこの2つの能力には何かしら関係があるんじゃないのかなってことを実は思ったんですよね。まあ、太陽の神ニカ、その敵だったサタン星五老星が似ているということにもすごい意味があるなと思うんですよ。で、さらに2108話サタン星を見てもう一つ違和感を覚えたんですけど、それがサタン星は実は一言も今回言葉を発していないんですよね。まあ、彼はですねエッグヘッドについてからもうペラ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 いらんことが何でもかんでも話してくれたわけなんですけど、今週変身してからはだんまりなんですよ。これはかなり様子がおかしい。まあ、というのも五老星の能力というのは悪魔の身ではなく悪魔なんじゃないのかっていう考察を話したわけなんですけど、まあ、やっぱりですねそれが信憑性を増してきた、まあ、あいつら悪魔なんじゃないのかってことを思ったんですよね。まあ、というわけで今回は五老星のことについて振り返るとともに、サタン星をはじめとした5人の能力について改めて考察をしていきたいなと思います。まず五老星の違和感から話していきたいわけなんですけど、もうこいつらはね違和感あるジジイなわけなんですよ。あ、世界最高権力やのにあまりにも無能なことばっかりで違和感が出るとかそういう意味じゃなくて、本当に作中の中でちゃんと違和感が書かれてるんですよね。というのも重要な違和感の一つ目は、少なくとも38年間見た目が変わっていないっていうところなんですよね。38年っていうとね、生まれたばかりの子供が阪神の日本一を一回経験できないできるぐらいの年齢なんですよね。これ結構なことなんですよ。あの1985年から2023年までって、これね、ちょっと38年なんですよ。ね？すごい長い期間でしょ？はい。
ちょっと話がそれましたね。というのもですね、こちら見てください。38年前のウエストブルーで起きたゴッドバレー事件の際に、実はサタン星が現地に来ていたわけなんですけど、その姿は今の姿と全く同じやったわけなんですよね。で、22年前のオハラの事件の時も、他の4人のシルエットも今の姿と全く同じなんで、全員が何かしらの理由で不老になっていると。体型も変わってないことから、体型も維持できてるんかもしれないですよね。極端に太ったり痩せたりしないっていうのは、すごい羨ましいですよね。で、じゃあなぜそんなことができるのかっていうと、やっぱりね、まあ、オペオペの身の最上の技である不老手術を受けているんじゃないのかっていう、だからあいつらはもう歳を取らないってことだと思うんですよね。この不老手術をするとオペオペの身の能力者当人は命を失ってしまうってことが言われていて、すでに不老であることが匂わされている800年前の20の王国の王の一人だったネロナ M 星ことイム様を含めると、少なくとも6人には不老手術をしているんだろうなってことがわかりますし、オペオペの身を入手して医学の知識がある人物に食べさせて、そして最上の技が使えるようになるまで能力を磨かなくてはいけないっていうことなんですよね。まあ、実際この38年間でダーリング星とかはまあしっかり年を取っていたっていうことを考えると、五老星たちだけが年を取っていないっていうのはやっぱり不自然やと、まず不老手術とかをしてるんじゃないのかっていうことを思うんですよね。ただじゃあオペオペの身で6人手術するってなったらめちゃめちゃ時間と労力がかかるわけなんですよ。まあ、ただ一応空白の100年からはまあ800年という時間が経過していて、まあ、実際世界政府はオペオペの身を50億で少なくとも取引しようとしたことは分かっているんで、まあ不可能ではないかもしらんけど、少なくとも手間暇はめちゃめちゃかかるよねと思うんですよね。まあ、ただオペオペの能力を隠すことなく海賊をしていたロウを真っ先に捕らえるどころか七部会として迎え入れたぐらいなので、世界政府にとってオペオペの身はまあ重要やけど絶対手に入れないといけないこの世界の秘密やみたいなものでもないんですよね。だから別にロウが例えばドフラミンゴとかに不老手術をしたとしても、まあ、最悪いいやろうって思ってたと思うんですよ。で僕はその時思ったんですよね。少なくともイム様の不老はオペオペの不老手術をしている可能性が高いと思うんですけど、それ以外の五老星は別の理由でこの不老を成し遂げてるんじゃないのかなと。で実際サターン星はボニーに刺された時もクマに殴り飛ばされて腕を失った時も時間が巻き戻るかのように再生しているんですよね。これに関してはサターン星の固有能力という可能性ももちろんあるんですけど、これ五老星全体の能力なんじゃないのかな。僕はオペオペの実じゃないと思うけど、オペオペの実やとしたらそれもおかしいなと思う点があって、オペオペの実はあくまでできるのは不老、年を取らないことだけなんですよね。なんで不老不死ではないから再生できるっていうことはオペオペじゃ説明できないんですよね。じゃあこの五老星特有にこの再生能力があるんじゃないのかっていう理由なんですけど、それが悪魔に深く関わってくるなと思ったんですよ。じゃあサターン星の能力はまあやはりこちらの悪魔なんじゃないのかって言われてるんですよね。気持ち悪い。はい、これ牛気もしくは土蜘蛛と言われる雲の姿をした妖怪なわけなんですけど、じゃあ今回この獣型になりましてですね、人間の腕を失ってより雲っぽくなったサタン星はこちらの牛気にそっくりのためモデルにしているのはまあほぼ間違いないなってことを思うんですよね。サタン星は爪の先に毒をまとっていて突き刺した木をその強力な毒で溶かしていたわけなんですけど、伝説上の牛気にも似たようなエピソードが実はありまして、それが鎌倉時代の歴史書吾妻鏡でのこちらの一節、建長3年浅草寺に牛のような妖怪が現れ、食堂にいた僧侶たち24人が悪気を受けて病に侵され7人が死亡したということが書かれているんですよね。なんでこの牛気の攻撃方法には毒があったんじゃないのかってことがされているんですよ。でまたサタン星といえばこんなことも言っておりました。後に聖地のものの第八夫人となったお前の母に薬物実験をしたのも私だ、また副作用の青いあざが出て失敗ということで、科学防衛物心らしく薬物実験をしていてジニーの制御クリンを発症させたという話があるんですけど、この病に侵したという点で伝説上の牛気とも同じなんですよね。さらにこの牛気という妖怪には主に浜辺から現れるという言い伝えがあるんですけど、今回サタン星が登場する直前に書かれた場所、こちらエッグヘッドの浜辺なんですよね。まあ、ということで明らかにこの牛気をモデルにしたであろうことが描かれているわけなんですよ。で、まあ、牛気の別名は土蜘蛛やということを紹介したんですけど、この土というのもやはりサターンという名前にかなり深いところで関わっているんですよね。まあ、というのもジェイガルシアサタン星をはじめ五老星というのは太陽系の惑星の名前やという話なんですよ。サタン星は土を冠している土星や、でマーズ星が火星、ウォーキュリー星が水星、ヴィーナス星がヴィーナスから金星、ジュピター星がジュピターで木星ということで、まあ、純粋にこの英語名ということなんですよね。で太陽系の惑星にまつわる名前が付けられているというわけなんですけど、サタン星は土星と土蜘蛛で土という感じでリンクしてたよっていう話なんですよ。じゃこれも合わせて考えるとサタン星のモデルは日本の妖怪である牛気、そして土蜘蛛であることは間違いないやろうと。ただサタン星が牛気や土蜘蛛
をモデルにしているからといって、その能力の名前も例えばクモクモに幻獣師モデル牛鬼やモデル土蜘蛛なのかというと、まあ、そうじゃないんじゃないのかなと。それならもうとっくに悪魔の実の名前として出してよかったと思うんですよね。じゃあなんでこれ悪魔の実じゃないと思ったのかっていうんやけど、その理由が今回描かれたサタン星の実とニカの実の共通点が出てくるんじゃないのかなと。ニカというとインド神話におけるハヌマーンの特徴を持っているというのはもう皆さんご存知の通りですよね。というのも技名のハヌマーンの言い換えであるバジュラングから名付けられているし、ワンピースロードトゥーラフテルのボリューム4とかにもハヌマーンっていうこのメモとかもしっかりとこういう風に残っているんですよね。でそういうことを考えれば、まあ、設定上はハヌマーンを少なくとも参考にしているやろうなと思うわけなんですよ。じゃあそういうことがハヌマーンを意識しているなら人人の実幻獣種モデルハヌマーンでもよかったはずなんですよ。ただそうはなっていないと。太陽の神ニカとなっているんですよね。ワンピース世界独自の神様の名前が付けられていると。で他の幻獣種はじゃあどうやねんっていうと、カイドウの青龍、マルコの不死鳥、カタリナリボンのキュービの狐、戦国の大仏など、まあこちらは我々の世界でも使われている名前が付けられているんですけど、ニカだけが特別となっているんですよ。じゃあそのニカとサタン星が同じ目を持っている、サンジからも随分人間の部分が減ったらと言われていることから導き出せるのは、サタン星もニカと同様にワンピース世界オリジナルの名前を持った神や悪魔なのではないかってことを思ったんですよね。でさらにオリジナルの名前やけどもハヌマーンの特徴を持っているニカのように、オリジナルの名前だけど牛鬼や土蜘蛛の特徴を持っているサタン星という可能性があるんじゃないのかなと。でこれを裏付ける根拠がサタン星が登場するときに魔法陣が描かれたことなんですよね。まあ、魔法陣というとゲームや漫画で目にしたことがあるっていう人も多いと思うんですけども、本来は西洋のものなんですよ。で特にこの五芒星というのがすごい意味深なんですけど、こちらの五芒星というのはキリスト教やユダヤ教の話の中で登場するもの、その中でも逆五芒星は悪魔の象徴とされているんですよね。まあ、ということで悪魔の実ではなく悪魔をそのまま召喚するためにこの魔法陣を使っている、悪魔の実を使っていないよということのためにもこの魔法陣を使ったんじゃないのかなってことを思ったんですよね。さらにサタン星の見た目は日本の妖怪である牛鬼や土蜘蛛をモデルにしておりますけど、西洋の悪魔の要素も同時に持ち合わせているため、モデル牛鬼やモデル土蜘蛛といった悪魔の実ではなくワンピースの世界のオリジナルの悪魔として権限しているんじゃないのかなと思いました。五老星の一人であるサタン星がそうであるならば、他の4人も同様に伝説上の妖怪だとか悪魔からモチーフを得ている可能性もあるなってことを思ったんで、この4人の能力もまあズバリ言っていこうかなと思います。今のところサタン星以外の4人の能力はシルエットでしか分かっていないんですけど、かなりこのシルエットがヒントになっているんですよね。でまたこのサタン星の考察でもあった名前土蜘蛛と土星のこの土が共通しているというところから、水星、金星、火星、木星を名前に含んでいる妖怪がモデルになっているんじゃないのかっていうところからも考えれるわけなんですよ。ということでその名前だけのヒントを考えるとズバリこうなります。水星のウォーキュリ星は水熊、金星のヴィーナス二郎星はコンヘイカ、火星のマーズ星はフラリミ、木星のジュピター星は木曜ダルマなどといったそれぞれの文字を含んだ妖怪が考えられるわけです。ちなみに今挙げた妖怪たちは何の根拠もないわけではありません。これもねしっかりと理由があるんですよ。それがコブラ王とサボの前に現れた五老星のシルエットがそれぞれの妖怪にかなり近いんですよね。で、まあ、一個一個見ていきたいんですけど、このシルエットは、まあ、その直前の五老星の並びからしたら左からサタン星、ジュピター星、ヴィーナス二郎星、マージュ星、ウォーキュリー星の順だと思うんですが、ジュピター星の木曜ダルマはこちらのように丸みを帯びたシルエット、結構ね雰囲気似てるなってことは思いましたね。ヴィーナス二郎星のコンヘイカは参考画像はないんですけど、鬼の大将なのでおそらく人型ということでこれも一致してるなと。でマーズ星のフラリビは鳥の妖怪とされるため鳥のようなシルエットになっていると。でウォーキリー星の水グマは川グマと呼ばれていて、特にこちらのコマの方のシルエットの耳と牙が似ているんですよね。でこれらの4人がドンピシャで合っているとは言い切れないんですけど、土星のサタン星が土蜘蛛の特徴を持っていたと考えると、近からずとも遠からずの可能性もあるんじゃないのかなってことはね思いました。はい、まあ、ということでですね、まあ、五老星のこの能力のパターンとしてこういうパターンもありえるんじゃないのかなっていうことを思ったんですけど、いかがだったでしょうか。まあ、想像の余地がまだあるなっていうことも思いますし、以前この五老星の名前が出た時に別の角度からも考察もしているんで、まあ、正直まだ確定しているとは思わないんですけど、やっぱりねこの五老星のこの能力というのがね、まあ、非常に楽しみやなっていうことを思うわけなんですよね。まあ、ただね僕が一つ思うのは、おい
弱すぎるんですよね、今のところサタン星。サタン星最初から毒まとっとけやと思うんですけど、今のところ彼がエッグヘッド編でまともにやったのって、最初に登場した時にあの雑魚海兵の頭を吹っ飛ばしたこと、そしてベガパンクに攻撃を当てたことしかできておりませんから、まあ、そういうことを考えると、他の4人は大丈夫なんか、そしてサタン星はこのまま終わってしまうのかというところが、ね、一つやっぱ気になっちゃうんですよね。その辺はどうですかね、土雲として。もうちょいね、このままね行っちゃうと雲の子を散らすように逃げるぐらいしかできないんじゃないのかなと思うんですけど、あれ雲の子なんで、あれもう破壊されてちっちゃいサタン星がいっぱい出てくるみたいになったら気持ち悪すぎて死んでしまうと思うんで、おめおめ逃げることもできないと思うんですよね。まあ、ただね、僕が思うにサタン星はマリージョアから一本の糸が垂らされて雲の糸状態になるんじゃないのかなと思いました。これを登り切ったら助けてやろうみたいなこと言われて直前で脅されます。いろんな奴らに足を引っ張られます。仕方ないですね。でね、まぁ、ちょっとまぁ余談にはなったわけなんですけども、それぞれがね、この妖怪の特徴を持つ強力な能力者や悪魔そのものと考えられるなら、まぁ、やはり世界政府との戦いっていうのは、これはもう神 VS 悪魔という、いわゆるもう神話みたいなことになっていくんじゃないのかなっていうことはね、思いましたね。まぁ、この悪魔っていうのも、これかなり意味深で、悪魔の身自身がかつてシャンクスが海の悪魔の化身だって聞いたことがあると。食っちまったら悪魔の能力と引き換えに海に嫌われちまうっていうことも、言っているんで、この海っていうのもやっぱ一つ大きなキーワードになってくるんじゃないのかなって思うんですよね。今のこのベガパンクのこの悪魔の目の説明やったら、自然と反するから自然のあの母である海に嫌われるみたいなこともあるんですけど、そもそも海の悪魔の化身やったら海から嫌われるのってなんかおかしくないっていう気も若干するんですけど、ここもね、まあちょっと不思議なところがありますよね。で、サタン星がこの悪魔そのものっていうのも、勇気は浜辺に現れるということで、海に関係している。この出てきたシーンも海と関係しているってこともありますから、まあ何かしら海と悪魔が関与している。まだこの悪魔の身の秘密と、ワンピースの海賊の物語であるということも繋がってくるんじゃないのかなと思いました。まあ、この辺もね、ちょっとまとまったらまた考察でお話ししようと思うんでね、気になる人は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、See you!今日も YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。信じられない話の、まあ、スタジオで撮ってるということは、まあ、近く信じられない話が放送されるということです。そうですね。今回のゲストもものすごい豪華やったね。いや、すごかったね、話がね。今ね、まさに撮った後なんですよ。そうなんですよ。めっちゃ興奮してるんですよ。いや、これね、3月9日にまず1回目の配信があるんやけど、うん、この日にちにまずすごい意味があったからね。そう、これもたまたまですごい都市伝説になったから、ぜひ必見なんですよ。パワーあるわ。はい、ただですね、今日、これ、小屋下でも、流してるし、小屋ちゃんでも流れてるんですよ。はい、小屋ちゃんの人何やねんと思ってると思いますけどね。なんで急にスーツ着たね、こいつみたいなね。びっくりしたと思うわ。ね、思うんですけど、これすごい意味がありまして、はい、ちょっと小屋ちゃん、小屋下の視聴者さんにですね、ちょっと信じられない話を一つ披露したいなと思ってるんですよ。ほうほう。目の前にですね、ルーレットがありますので、はい、この当たった人にですね、とっておきの都市伝説を喋ってもらおうと思っております。はい、わかりました。はい、それではいきます。はい。さあ、誰が出るのか。僕らしかスタジオに見えないですけどね。ね。威嚇上は。お、星が出た。はい、じゃあ、あれ、いないんで、はいはいはい、投薬でいいかな。俺、はい、なんと、じゃあ、ちょっと信じられない話をね、話させてもらおうと思うんですけど、うん、2024年7月28日、うん、一つね、とんでもないことが起きるんですよ。何が起こるんですか？これしかも、うん、どこで起きるかっていう場所まで分かってるんですよね。分かっている。恵比寿、うん、ガーデンルーム。ここで、なんと、うん、あの伝説のイベント、うん、小屋フェスが復活します、うん、あの2年前に終わった小屋フェスが復活するんですか？2年間の修行期間を経て。何で修行してたん？誰と戦ってんの？いや、そりゃな、でかいカブトムシとか。ちょっとだけワンピースっぽいのは何なんそれ？いやいや、小屋ちゃんでも流れてるから。流れてるね。そうそうそう。はい、言ったらね、はい、僕たち小屋木東屋がですね、まあ基本的にワンピース好きのみんなと、YouTuber 仲間とやるなんか身内乗りの最高峰みたいな。まあ文化祭みたいなもんです。そう、はい。それをやるんですけども、7月28日、恵比寿ガーデンルームにて皆様お待ちしております。一斉の詳細は今は内緒でございます。いいんですね、これで。ゲストはね、まだ言えない。言えない。書いてるけどね、結構。でもここにいる人だけじゃないんで、もちろんね、まあ、ここにいる人が来るとも分かんないんで。詐欺じゃん詐欺じゃん。ここで右大雲さんとか来たら意味分からへんやん。いやいや、あの人ワンピース好きですよ、意外と。確かにちょっとありやな、これな、うん、はい、という皆さんお楽しみに。はい、です。
簡単